お尻って、はあ、スクワットやエクササイズしてもなかなかお尻が思うように変わらない。スクワット頑張っても一向にプリッとしたお尻にならない。そういった方におすすめなエクササイズをまるまると紹介していきます。スクワットをしてもお尻がちっちゃくならない原因の一つとして、お尻をちゃんと立った時に締めてない、股関節が外旋していない、いろんな原因があります。今回解説をしっかり聞いてもらって、小尻になるため、プリッとしたお尻になるために大切なことが全部分かってきます。難しくないことばかりなので、一緒に動画を見ながらやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回プリッとした理想のお尻を手に入れるための大切な解説をしていきます。お尻がプリッとすると、実は自然とお腹がへこむんです。一石二鳥ですよね。お尻の力が抜けてしまうと、どうしてもお尻ってたるんでしまいます。これ実は胴が長く見えて足が短く見えるっていうね、デメリットもあるんです。絶対解決したいですよね。一個ずつ根本からやっていきます。スマートフォン見ながらやっていきましょう。お尻がたるんでる人の多くは、実は股関節が内旋してしまって X 脚とか、または O 脚になってしまって、お尻が開いた状態になってしまいます。開いているとお尻の力って入ってませんから、プリッとするお尻にならないんです。なおかつ、お尻が外旋してキュッと締まることによって、お尻が締まるとお腹ってへこむんですね。お尻がキュッと締まりますから、お腹がへこんでくれます。これを解決する、まずキャットバック、つま先開き、ひし形スクワット、この3つをやっていきます。この3つでしっかり改善ができますので、ご安心ください。まずはお尻を締める力イコール骨盤を後傾させる力ですね。これがまず必要なので、スマートフォン顔の下に置きましょう。これで四つん這いになりましょう。お尻を今出しているので、お尻の力が抜けていると思います。こっからお尻を締める、抜く、締める、抜くっていう繰り返しを20秒間やっていきましょう。背中を丸めるんではなくて、お尻を締める、自然と腰が丸くなる感じです。20秒いきましょう。スタート。キュッとお尻をね、締めます。あんまり体が前に行かないように、膝の上ぐらいで骨盤を立てる。お尻締めるとお腹がへこむと思います。その感覚です。あと少し。はい、 OK。 次は股関節が内旋していると、お尻が開いているので、お尻に力が入った状態になりません。なので股関節を開く、お尻を締めるっていう力をつけましょう。スマホ持ったままでお尻を締めます。さっきのお尻を締めるキャットバックの感覚です。お尻締めたまま、骨盤を立てたままで、スマホ持ってつま先を開く、閉じる、これを繰り返していきます。つま先開いた時にさらにお尻が締まると思います。お尻を締めた状態からつま先を開くと、さらにお尻が締まる。これを一緒に30秒しましょう。かかとが少し開いたらまたひっつけてください。こういう感じでいきましょう。スタート。しっかりお腹へこませて、お尻締めたままさらに開く、締める、さらに締める、繰り返しです。お尻がどうですか、締まってますか。お尻が締まると太ももの付け根はね、ひっつくと思います。その感覚です。お尻しっかり締めて、あと少しです。はい、 OK。 はい、このまま30秒間つま先開いて、さっきのお尻締めた感覚、一番お尻が締まってる感覚です。このまましゃがむ、立つ、しゃがむ、立つっていう感じです。お尻締めたままでしゃがんで、締めたまま立ち上がって、立った時にさらに締める。これを一緒のペースで行ってください。30秒いきます。スタート。お尻締めて立ち上がります。スマホ顔の前で見ながら、お尻が出てると力抜けてますから、お尻しっかり締めてください。
出ないようにしっかりお尻を締めたまま、あと少しです。しっかり締めて、お尻力入ってますか？しっかりお尻を締めて、立つ時にはしっかり締めて、 OK です。ラスト、立ってお尻をキュッと締めたまま、このまま20秒キープ。ラスト、いきましょう。スマホ見ながら、スタート。ずーっとお尻締めて。とにかくお尻締めて。どんどんお尻を前に出すイメージ。骨盤をしっかり立てて。かかとが離れないように、ずーっと締めて。まだまだ締めて。あと少し。OK！ お疲れ様でした。すごく地味な動きなんですけども、これめちゃくちゃ大切なんです。まあ、これに加えて、もう少し鍛えたよっていう方のために、もう一個紹介します。特別です。中殿筋、小殿筋を使います。足を真横に持ってきて、ここで上下に動かしていきます。少し斜めでもいいです。できるだけ真横です。これを各30秒ずつ、ラスト、こじり作りましょう。いきます。スタート。これでね、中殿筋と小殿筋として股関節の外旋ができます。このね、これぐらいのペースで 1,2,1,2 といきましょう。お尻どうですか？効いてますか？さっきのね、股関節を開いた感じが分かると思います。あと少しです。お尻効いてますか？ OK！ はい、反対、ラストいきましょう。こういう感じです。結構ね、これね、お尻効くと思います。またスクワットとはね、違うお尻の辛さですよね。これすごいね、効くんです。あー、もう痛い、お尻が痛い、痛い、お尻が痛い、だだだだだ、お尻痛い、あー、つりそう、つりそう、あー、お尻がつりそう、あー、あー、だだだだだ、つりそう、つりそう、あ、みんな、大丈夫ですか？あ、痛い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 。いやー、最後おまけとして中殿筋小殿筋エクササイズ、お疲れ様でした。頑張った方、グッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。各種 SNS も行ってますんで、インスタの方は最近毎日アップしてます。こういった話を早送りにして、エクササイズを普通のスピードにしてますんで、簡単にね、 YouTube と違って見れますんで、インスタの方も説明欄からフォローしてもらって、ぜひ確認しておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。